去る11月26日、お茶の水クリスチャンセンター4階東京プレイヤーセンターにて、オリンピックに向けたスポーツ伝道の取り組みとして、情報交換と意見交換の時が持たれました。集会の主催は、伝道団体連絡協議会です。教会と宣教団体をつなぐ催しを何かしようということで、ちょうど今年は来年がオリンピックなので、教会と宣教団体が一緒になって伝道したらいいんじゃないかということが今回やった発端になってます。講師として立川若葉町キリスト教会の鈴木英二牧師、ワールドスポーツミッションジャパンの副委員長女子谷佐々木氏、日本国際スポーツパートナーシップの米内牧師と岡澤氏が立てられました。鈴木牧師は自身が少年野球の指導者であった時の証しを交えて、なぜスポーツを通して伝道するのかということを聖書の御言葉から分かち合いました。ワールドスポーツミッションジャパンは、韓国ピョンチャン冬季オリンピックの宣教を手掛けた宣教団体と協力し、総動員伝道を中心に発足しました。2020年オリンピックの期間中にいくつかイベントを準備しています。日本国際スポーツパートナーシップは、今年のラグビーワールドカップで世界の宣教団体の受け入れと日本の教会を取り継ぐ働きをしました。信仰の有無にかかわらず、いろんな人が携わってくださったことによって今回の結果が出てきたのかなというふうに思っています。何よりもやっぱり地域の教会の方々がその地域の身のためにというふうに動いてくださったことっていうのが大きなことにつながっているかなと思っています。宣教チームは世界10カ国から78名が来日し、スポーツクリニックやフェスティバル、国際交流会を各地で行いました。イベントに参加した関わった人数はおよそ1万2000名。ラグビーワールドカップに合わせて作られたラグビーバイブルは1万3000冊が配布されました。このことをきっかけに受選者が与えられた地域もありました。他にも被災地で行われたクリニックなどがメディアで取り上げられました。スポーツの持つ可能性に関しまして、改めてその重要性を認識することができました。来年ディスプ主催のキックオフ大会が2月にあるということですね。そちらの方にも参加させていただいて、来年もですね、スポーツに絡んだイベントを教会としてやっていこうと考えております。教会の中では、やっぱそういうスポーツしてる若者とか、あとスポーツに興味ある人たちもいるので、そういう人たちを通して何かこうオリンピックに向けたそういう伝道、もしくは何かそういうイベントができたらいいなと思ってますし、またその地域に対して何かそういう宣教チームと協力して何かこう証しとか、またこういうスポーツの交流会、国際交流を通して何か神様の愛を伝えられたらいいなと思ってます。東京オリンピックと言いながら、東京だけに限らずいろんなところで行われるので、ラグビーと同じように日本全体で盛り上がっていくんではないかなというふうに思っています。なので私たちも他の地域にも選挙チームを送りながら一緒に盛り上げていきたいなというふうに思っています。質疑応答の時には積極的に質問され、良い情報交換、意見交換の時となりました。2020年東京オリンピックに向けた各団体、教会の働きに神様の祝福があることを期待します。